変わる鹿児島食の挑戦です、はい、今日はシソを使ったジュースで地域おこしを進める薩摩川内市の集落の取り組みです。おはようございます。薩摩川内市入木町の大孫江地区でシソジュースの製造に取り組んでいる高齢者グループです。現在のメンバーはおよそ40人。みんなでおしゃべりをしながら収穫したばかりのシソの葉を1枚ずつちぎっていきます。初代のシソ娘さんたちです。美人でしょ。81歳です。ここに来ることがまあまず元気の一番じゃないかなと思っております。シソの葉は何度も水洗いした後、砂糖とクエン酸を加えて大きな釜で煮ます。この後布でこしてシソのエキスを取り出し瓶に詰めていきます。一つの工程に半日の手間をかけた 100% 手作りの商品です。税金だけ納めるんじゃなくてみんなに還元しようと、シソをむしってる人は時給いくらとか、中で製造してるはいくらとか、そういう形で お金を払えるようになりましたんで、皆さんそれで喜んでらっしゃいますですね。薩摩川内市の内陸部に位置する入木町の大孫江地区は335世帯672人、65歳以上の高齢化率が 43% に上る過疎高齢化の集落です。衰退する地域に活力を取り戻そうと、2006年から家の庭先や耕作放棄地でシソの栽培がスタート。翌2007年からシソジュースを販売しています。大孫江地区の人たちが考案したシソジュースの商品名はシソップ物語。赤ジソと青ジソを使った2種類があり、 500ml 1本800円です。最初から最後まで全て手作りということで、その無農薬、まあ、そういうもので、まあ、製造しているもんですから、まあ、健康的にはですね、もう絶対間違いないということでですね、売れ行きも良くてですね、まあ、在庫が足りないということで、最後今日、また大体250本ぐらい製造する予定であります。シソップ物語は大孫江地区の物産館金柑の里ふれあい館など薩摩川内市の3カ所で販売しているほか、コミュニティセンターで直売や通信販売も行っています。リピーターの方がいらっしゃいますね、はい、毎年毎年出た頃には必ず来られる方がですね、購入して行かれる方が結構いらっしゃいます、ね、こちらのシソのジュースになります。大孫江地区のシソジュースは今年3月から運行している肥薩おれんじ鉄道の観光列車おれんじ食堂にも1600本が採用されました。地元の旬の食材として評価されたもので、6月から試飲や販売を行っています。さっぱりして美味しいですね。青の方いただきました。試飲して美味しかったから、まあ、試飲をちょっとずつさせていただいてて、その間にこう、あ、じゃあ私もっていうような感じで今徐々に売れてきてます。シソジュースを使った新しい商品も開発されました。炭酸が入ったシソサイダー、姫シュワリです。薩摩川内市の新しい特産品として仙台駅や入木町の武家屋敷などで今月から販売が始まりました。炭酸が入ったので余計爽やかにですね、シュワッとシュワリということですね。美味しい味になってます。大孫江地区では他にも昔ながらの豆腐作りや地元の食材をいっぱい詰め合わせたふれあい宅配便、特産品の金柑を生かした地域づくりなど様々な活動を進めています。高齢化や過疎化が進む地域の新たな可能性を示す取り組みとして県内外からの視察も多く、この日は地域づくりの調査や提言を行う県ふるさと保全委員会のメンバーがシソ畑などを見て回りました。ぜひ今後ともですね、地域の食材を生かして、いろんなものを6次産業化に向けてですね、頑張っていただければと思います。
集落の方たちだけではなくて、そこに手を貸すことができるさまざまな分野全部含めて、みんなで守って、伝えていくものが必要な、そういうののモデルにもなるような地域ではないかなというふうに感じました。今年は肥薩おれんじ鉄道での販売や新商品の開発などで、しそジュースの販売本数は去年までの 1.5 倍の4300本近くに増えそうです。大孫地区の人たちは今月に入っても追加の製造を重ねるなど、忙しい日々を送っています。